こんにちは、萌えです。今回はですね、油絵の具を使うときに私がどうやってこのパレット上でですね、絵の具を混ぜたりしているのかっていうのを、お見せしたいと思います。でこれの前半ではですね、色のお話とか、おすすめのパレットとかですね、この必染油とかですね、混ぜるペトロールとかのお話をしているので、そちらも見てもらえたらと思います。はい。でまずこの混ぜていくとき、絵の具をですね混ぜるときなんですが、これとこれ、例えば赤と青を一緒にもう混ぜて紫っぽくしてから使いたい場合っていうときは、しっかりと、パレットナイフで混ぜていきます。この、パレット上でですね、パレットナイフでしっかりと混ぜてから、筆につけて使う方がいいんですが、もしそのまま使う場合はですね、例えば私の場合は、これがペトロール、そしてこれがペインティングオイルです。これ速乾剤も入ってます。速乾剤も入ってるっていうか、ペインティングオイル自体が、そういうのが入ってるものが多いんですが、早く乾くものですね。でこれ私はまずこの乾いた状態の筆、何にもつけてない状態の筆のままここに、絵の具に触れるのではなく、まず私はですね、ちょっとペトロールにつけます。ただこれだと今ドボドボについてる状態なので、一旦ちょっとねこっちで拭き取ります。こうやって見えると思うんですが、いらないこうやってついたやつをスッとちょっとだけ拭き取ります。そしてこの使う色ですね、例えば赤、ちょっと分かりやすいと思うので赤ですね、赤をちょんと取って、でこのままここでザーッと描くのではなく、たっぷり絵の具使いたい場合はこういうふうにボトッと取ってつけるっていうのもありだと思うんですが、普通に薄く写実的な絵を描きたい、普通の、ね、薄く伸ばして描く場合はですね、ちょっと取って、この辺でこういう風に筆になじませてから描きます。でここでですね、ペインティングオイル、この速乾剤を混ぜたい時、私はですねもうほんのちょっとこうやってもうつけちゃってこうね混ぜちゃうんですけど、こうやってね、そうすると、これ描いた時に乾くのが早くなります。でこれつけないと、つけずにですね、こっちのペトロールだけをつけて、希釈してこういう風にサラサラにして描くだけだとですね、なかなか固まりません。これはね、ただの希釈剤なので、早く固めたい場合、例えば24時間で固まらせたいっていう場合は、こういう薄く塗る場合だと、このペインティングオイル、ターナーさんのですね、あ、違う、ターナーさんのじゃないや、ごめんなさい、草壁のペインティングオイル、クイックドライってやつ、これを今回使ってるんですけど、これ、ね、調合時油、これですね、短時間の作業が、作業時間の短縮が可能ですって書いてあるんですが、これだと本当にね、乾くのが多分24時間ぐらいでささっと乾きます。で私がおすすめのペインティングオイルあるんですけど、それがですね、日本で売ってないので、ちょっとね、買いにくいので、また紹介、それも紹介したいと思うんですが、今はですね、ちょっと、このペインティングオイルで、クイックドライってやつですね、でやってます。このクイックドライじゃなくて、普通のペインティングオイルっていうのもあります。で、それよりも、このクイックドライって、早く乾くって書いてある方が、乾きがね、やっぱ早いので、自分の好みですね。24時間経ってもまだその昨日書いたところをもうちょっとこう混ぜながら書いていきたいっていう人は、これを使うと乾いてしまうので、混ぜることができなくなるので、あまりおすすめじゃないです。ただその早く乾いてもどん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 書き進めたいっていう人にはおすすめです。私はねそういうタイプなので、これを結構使うんですけど、これをこれぐらい混ぜて溶かして使います。でこれをこっちの大元のですね、この出した方に混ぜてしまうと、こっちが固まってしまうので次の日使えなくなっちゃいます。
で、これこのまま置いた状態でこのまま置いておくと、明日の今頃にはですね、こっちはもう完全に乾いていて、ただこっちはもうドボッと出した方はですね、まだ使える、全然乾いてない状態です。普通に空気に触れててもですね、油絵っていうのはなかなか乾かないので、数日であればですね、こっちもそのままこのまま使えます。だから新しい絵の具を出してとかしなくても使えるので、こっちにこのクイックドライを混ぜないでください。ペインティングオイルは混ぜない、こうちょっと取って使う分だけ混ぜていってください。そうしないとね、無駄になってしまうので気をつけてください。こんな感じですね。で、あとこう書いていて、ちょっと黄色混ぜたくなった、ちょっとオレンジっぽくしたくなった絵、キャンバスの部分ね、色混ぜたいっていう場合、この筆のままこれチョンってやってもいいんですが、そうするとこっちについちゃいますよね。なのでそういう時は、パレットナイフを使ってですね、私のパレットナイフ、私あんまりパレットナイフを正直使わないんですが、パレットナイフ、これね、これでちょんと取ってこっちに混ぜて、でまあ、これでこのまま混ぜてもいいですけど、この、黄色いままキャンバスに乗せたい場合はですね、まあ、ここでさささっと取って混ぜるとかするとこっちにね色がつかないので、またこの黄色は黄色のまま使うことができます。なのでこのめんどくさいかもしれないですけど、これ赤のまま取っちゃうと、例えばね、今やっちゃいますが、こうやってやっちゃうと、ここ今、赤くなってます。ここね、色が移っちゃってるので、このピュアな黄色で使うことができなくなります。なので気をつけてください。そういう時はこうパレットナイフでちょんと、混ぜてあげる方がいいと思います。はい。であと特にね、白とか、そうですね、白とかだとすぐに色が混ざってしまうので気をつけてもらえたらなと思います。であとは次、この赤を使っていた次にですね、こういう黒とかこの辺を使いたい場合、でもこの赤もちょこちょこ使いたいっていう場合は、毎回この筆を洗っていると時間がかかります。でしかもしっかり洗わないと色が残っていたりするので、そういう時はこの赤結構使うなと思ったら、この筆はこのままにしておいて新しく筆を出します。例えばまあ何でもいいですが、自分使う筆を出します。で黒系のこの色、この辺の色をこれで使って、また赤が必要になったらこの筆で使ってっていう風にすると、毎回この筆をですね洗う手間が省けます。なのでまあ何本でもいいですが、自分の好きな本数、例えばね、黒系、青系、赤系、黄色系みたいな感じで分けておくと楽かなと思います。ただそんなに筆持ってないよっていう方はですね、全然一つずつ、一本ずつこれ使い終わったら洗ってまた次の使ってっていうのでもいいと思います。でちなみに洗うときはですね、まずこのまま絵の具がどっぷりついたままこの必染壺で洗うのではなく、事前にこれ、このさっき言っていた布ですね、布切れ、これである程度拭き取ります。これぐらいね、ある程度拭き取ってから、この筆染油、これ私はですねブラシクリーナーを今回使っています。これもだいぶ使ってないとね、汚れが溜まってきちゃうので、また洗わないといけないんですが、こうやって洗ってでこの布で拭きます。はい。でそしたらこのままこっちで使うのではなく、一旦最初に戻って、私はペトロールでちょっとこうゆすぐ感じ、さっきのブラシクリーナーをゆすぐような感じでちょっとつけて、またちょっと余分なペトロールを落としてから使います。で
これ別に多分このブラシクリーナーそのままついた軽く、まあ、ここで拭くのでちょっとぐらいついたまま使っても平気かもしれないんですけど、一応これはクリーナー用なので、このね書くための油ではないので、ペトロールで拭いてからにして、ゆすいでからにしてます。でこのそれの作業がいらないのはですね、この、必然壺に入れるオイルをペトロールにすると、このねペトロールで洗い流すみたいな作業がいらなくなります。なのでこのね私が使っているこのペトロール、これなんですけど、これでも全然いいと思います。これで洗っても問題ないです。ただあの匂いが気になったりとか、ちょっと高かったりとかする場合はブラシクリーナーにすると匂いもほとんどないし、ちょっと多く使ってもね、気にならないかなと思います。ただこの超低周ペトロールって書いてるんですけど、これね本当に匂わないです。まあ匂いはしますがほとんど匂わないって感じです。なのであの普通のペトロールとねだいぶ違います。普通のペトロールも開けただけで結構匂いするので、油絵がこうあんまりちょっと始めたくないなっていう、理由の一つになるかなと思うんですが、なるべく私も匂いさせたくない派なので、この超低周のペトロールを買ってます。これねめちゃめちゃおすすめです。でブラシクリーナーはブラシクリーナーであんまり匂いしないので、こうやってね使うと、匂いも気にならなくていいかなと思います。はい、ということで今回はですね、私の使っている油絵の具、そしてパレットとか、洗い方とかですね、混ぜ方を紹介しました。これから始めたい方にはですね、どうやって始めたらいいかというか、どれを揃えればいいかっていうのを紹介した動画も出してるのでですね、そちらも見てもらえたらなと思います。また油絵についてとかアクリル絵の具について質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということでまた次の動画で、バイバイ。